リカ、誕生日おめでとう。これ、私たちからのプレゼント。じゃーん！ぬいぐるみ付きのソープフラワー。なにこれ、かわいい。ぬいぐるみがちっちゃい花束持ってる。それに、すっごくいい香り。その花、石鹸でできてるんだよ。と言っても、観賞用だから石鹸として使えるわけじゃないんだけど、あくまでも香りを楽しむものだからね。間違えて使ったりしないでよ。しないって。だいたい使ったらなくなっちゃうじゃん。そんなの絶対嫌だ。みんなからのプレゼントだもん。部屋に飾って一生大事にするんだ。一生って、そんな大げさな。全然大げさじゃないよ。最強の友達からもらった最高のプレゼントじゃん。そんなの全部永久保存版間違いなしっしょ。そうだ、みんなで写真撮ろう。プリントしてプレゼントと一緒に飾るんだ。いいね。じゃあマリカはリカの隣。じゃあ私も反対側もらっちゃおうかな。じゃあ私は、よし、サオリ、サオリは私がおんぶしてあげる。いやいやいや、いいから。それならリカがサオリにおんぶしてもらえば、今日の主役はリカだしさ。確かに。それじゃあサオリ、おんぶやろう。マジマジマジ、大マジ。ほら、行くよサオリ。ジャンプするから受け止めて。みんな寄って撮るよ。リカ、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。みんなありがとう。イエーイ。夢中にさせちゃうよ。嬉しいな。